あの改めまして皆様、こんにちは。あのただいまご紹介いただきました、ニフティ・ライフスタイル代表取締役社長の成田でございます。あの本日はお忙しい中、当社セミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。あの今回、初めてあの参加させていただくんですが、まだあの当社のことをわからないあの方々も多いと思いますので、ぜひ今日はですねあは当社のことをいろいろ知っていただく機会になればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、あの本日はです、ね、あの改めまして会社概要をご説明させていただいた後に各サービスのビジネスモデルを、えー、ご紹介させていただきまた、えー、10月31日にあの発表させていただきました当社2024年3月期第2四半期のです、ね、決算ハイライトをご紹介させていただき最後に、えー、成長戦略についてお話しさせていただきたいと思っております。 あのできる限りわかりやすく、えー、説明していきたいなと思ってますが、ぜひまあご質問等々もいただきながらですね、当社の理解を深めていただければと思っております。えー、それでは改めましてニフティライフスタイル株式会社と申します。あの当社の名前をですね、えー、と聞いてあもしかしたらと思っている方もいらっしゃると思いますが、あのパソコン通信であったり、あのインターネットプロバイダー のあのインターネット回線等々を提供しているニフティ株式会社の子、えー、会社の方になります。えー、2017年からはですね野島グループの一員という形になっておりまして、ちょうど当社はえー、2018年にあのウェブサービスの一部をですねスピンアウトする形で、えー、設立の方をしております。 あのそのためです、ね、2018年にえっとサービスあの会社の方は設立しているんですが、サービス自体、あの当社の主力のニフティ不動産とか、温泉とかっていうサービスはです、ね、2000年の前半からスタートしている形で、あの20年ぐらいずっとサービスを改善し続けているという会社になっております。えー、新宿にです、ね、本社の方を構えておりまして、現在は9月末で従業員は単体で67名、子会社2社ありますが、 えーそうえー、連結でまあ82名ぐらいという規模になっております。子、えー、会社2社に関しましてはあのトライエルというです、ね、あの不動産会社向けにあのオンラインで家を見れるというシステムを提供している会社とあとジラフコーというです、ね、あのインターネットの SEO というそのマーケティング支援をするような会社の2社が、えー、当社のグループ会社という形になっております。 右側にですね当社のパーパス今年度ですね策定したものでありますが思いやりとテクノロジーで一人一人の幸せな暮らしの意思決定を支え続けるというのがですね当社のパーパスの方になっておりますあの当社はやっぱりユーザー視点でサービスを提供しておりますやっぱり思いやりを持ってより便利にしていきたいというところの部分のサービスを一つでも多く作ることでライフスタイルをですね便利にしていきたいということで現在進めております 当社の事業ドメインは大きく3つになります。1つがですね、ニフティ不動産を中心とした不動産テック領域、そして2つ目がですね、ニフティ温泉を中心としたウェルネステック領域、そして3つ目がですね、クロステック領域、こちらの部分に関しましては、 あの当社の部分ライフスタイルを豊かにしていくためにはもっとたくさんの丸々テックを増やしていきたいというところでクロスのところに関しましてはこれからいろいろとやっていくぞというところの部分の意気込みの部分と現状できますとデジタルマーケティング分野を一つ軸としてクロステック領域の部分は進めております。 1で一つハイライトの部分になりますが今年ですねあの上場して、まあ、初の M&A という形になりまして先ほど少しご説明させていただきましたがジラフコーというですね あのデジタルマーケティングのコンサルティングということで、まあ、企業ですねやっぱりインターネットを使っていく中でよりあの検索エンジンとかで自社サービスを知っていただきたいというニーズがとっても強いんですがそこの、えーとえー、マーケティング支援を行う会社というのが、えー、ジラフコーという形になっております、えー、当社ですねデジタルマーケティング分野でいきますとこの後もご説明しますが インターネット広告の,あの配信支援みたいな形をやっている、えー、あのサービスもあるんですが、そこでの企業のです、ね、付加価値提案にもなりますし、逆に Nifty 不動産、Nifty 温泉といった自社サービスをよりインターネット力を高めていくというきあの事業シナジーみたいなところも狙いながら、今回この会社のほうを、ね、M&A した、えー、形になっております。で こちらの部分が当社の強み大きく三点挙げております、えー、特に、まあ、プラットフォームサービスのところできますと一番左の膨大な情報量というところが、えー、当社の強みという形になっております、あのー、先ほどもお伝えしましたが、えー、不動産温泉に関しましては20年来サービスを行っておりますそのため多くの、あのー、お客様の方との連携というのが、えー、できております 特にニフティ不動産でいきますと、物件数がですね、まあ、国内で最大級の1300万物件情報を集めている形になっておりますし、あのこの後もあすねあの詳しく説明しますが、ニフティ温泉に関しましては、日帰り温浴施設、旅行ではなくて、あの宿ではなくて、日帰り温浴施設を束ねているというところで、そこの日帰り温浴施設の情報量という形でいきますと、国内最大級というところが当社の強みの形になっております。 なので当社のサービスを見れば、大体国内の情報がちゃんと分かるようになるというところが、一つ、意思決定のサポートという形になっております。また、えー、と集客力のところに関しましては、当社、えー、2000年からです、ね、やっぱりインターネットをずっとやっております、そういった形でいきますと、あの集客の仕方大きく2つあります。 あともう一つがオーガニックというような形でユーザーが勝手に来てくれる仕組みを作っていくというところがあるんですが当社は特にインターネットを活用した形でのオーガニックで自然にユーザーが集まるというところ、まあ、あの業界的な言葉でいくと SEO とかアプリですと ASO というようなです、ね、そういったところが得意なのでよりコストをかけずにユーザーを集められるというところが当社の強みになっております。 で、また3点目のところに関しましては1点目と連動するんですが、たくさんの情報があっても見にくかったらやっぱり使いづらいんですが、それをいかにして見やすく使いやすくするかっていうところの情報のまとめ方、出し方というところの部分が得意となっております。また、毎日1300万物件の情報をあの更新し続けるというところも、やっぱサーバーのところであったりとか、技術力というところは、当社はあの力を入れているところになっております。 それでは各サービスの方をご説明しますまますすずニフィティ不動産になります、えー、こちらはですね、あの表を見ていただくようにですね、まあ、物件数がまあたくさん並んでいるという形なんですが、この情報の集め方というところが一つ特徴になっておりまして、あのもしかすると左側にえー書いてあります、アットホームさん、えー、スーモさん、 ライフルさんとといいった、まあ、あの聞いた聞ことある名前がのあの不動産サイトがあると思うんですけどこちらの情報をすべて我々の方はが束ねて、えー、見せられるというところの部分が、えー、特徴という形になっておりますまたですね、えー、と当社の部分でいきますと、まあ、こちらの部分ウェブでもアプリでも見れるというところの部分が、えー、特徴という形になっておりましていかにしてその情報を細かく調べるというとことができるかというところが当社の差別化要因になっております 現在、大体130から140項目ぐらい、自分なりにしあ絞り込みたいという,う形とかができますし、十分物件数が多いので、しっかり自分に合った物件が見つけやすいというところが特徴になっております。はい、で先ほどお伝えしたようにですね えー、インターネットを調べる際にですね、ウェブで調べるケース、パソコン、スマートフォンで調べるケースと、アプリ,ケーションアプリで調べるというところがあるんですが、当社は、アプリケーションでの調べるとところをてても注力しておりますで現在、1000万ダウンロードを超えておりまして、えー、要はユーザーがですね家を探すときにわざわざアプリをダウンロードして、えー、見ていただける方が多いという形になっております。 ウェブでも見れるものをアプリでわざわざダウンロードして落とすというところで、いかにしてやっぱり家を探したいというような方がやはりアプリが多いです。なので、ここに右側にも書いてありますが、ウェブに比べるとやっぱり物件を見てから問い合わせ、来店までするっていうところの部分が圧倒的にアプリの方が高いというところになっております。 現在、不動産業界でいきますと、報告を出しても来店がないというところが社会的問題になっておりまして、いかにしてあのしっかりとユーザーが集まる、来店してくれるまでやってくれるかというところを我々は考え、アプリを、えーえー、注力しているような形となっております。えー、当社のビジネスモデルになります。えー、一番上の部分が、まあ、メインのニフティ不動産になるんですが、えー、ユーザーはですね、ニフティ不動産を使って ウェブで問い合わせをします、まあ。メールアドレスとか電話番号をホームに入れて問い合わせるという形になるんですがそこの部分でお金が発生するという形でのビジネスモデルになります。なので、えっと、制約するとかあの訪問しなければいけないというところまでは課金の対象にならないのである意味ですねフローのビジネスではあるんですがストック的な形で安定的に収益があの保てているという形になっております。 また、お金をもらうところは先ほど説明したようにです、ね、不動産会社さんからいただくのではなくて大手の不動産ポータルさんから広告費という形の部分でいただくような形になっておりますのでそういった意味でも、まあ、スーモさんとか莫大な広告費ありますのでそういったところの部分での支援という形でお手伝いしているような形となっております。 また、まあ、先ほど子会社で言ったオンライン内見でいきますとこういったツールを提供していますので SARS、まあ、型という形で、まあ、ツールに対する月額料金であったりとか今後、すね、我々強化していきたい分でいきますと、まあ、家を探すだけではなくて、まあ、売るであったりとか、まあ、引っ越すであったりとか、まあ、そういったです、ね、周辺のところがより強化することで一、えー、人当たりのユーザーの,です、ね、あのアープが上がっていくというところを目指しております。 とということで,です、ね、当社、どうするとやっぱり伸びていくかというところでいきますと、まずやっぱり利用者数です、一番上のマウというですね月間に訪れてくれるユーザー数というところをどう伸ばしていくかというところの部分で、まあ、直近ですと、対前年で17.3%という形で、400万人ぐらいのユーザーさんに使っていただいているという形になっております。 またそのユーザーさんがやっぱりですね来るためにはやっぱりたくさんの情報が必要というところであったりとか使いやすいアプリを提供していくということで、まあ、3つの KPI を設定しております続きまして2つ目が Nifty 温泉になりますこちら先ほども言ったようにですねあの旅行サイトではなく旅行予約のサイトではなく日本最大級の日帰り温輸施設をですね調べるためのプラットフォームサービスという形になっております 月間の利用者数でいきますとまあ360万人、多いときでも400万人を超えるような形となっておりまして大体月間で10万人強ぐらい日帰り温泉さんにですね温泉を入りに行くというところのサポートを今現在行っているような形となっております提供しているサービスに関しましてはその温泉宿さんの宿というか施設さんのですね まあ情報、まあサウナの情報とか温浴の情報はもちろんですが、そこにですねクーポンの情報を提供しています。よりお得に入るためにそのクーポンがユーザーさんは無料で使えてお得に入れるという形、施設さんはそこで集客が増えていくというところでの集客モデルという形になっております。 でまたですねあの当社あの全国の温浴施設さん1万6000集めておりますので年間で必ずランキングを行ってますちょうど12月にまた近々発表しますが年間ランキングということをやっていることで施設さんとの関係値がすごく高くてですね施設さんからの期待値であったりとか関係性が高いということから温浴施設さんの場を使った形のマーケティングサービスみたいな形とかも、えー、ご提供しているような形になっております。 でちなみに日帰り温泉行かれる方はなんか良さはわかると思うんですが一般的にはまああのお風呂があれば別に行かなくてもいい場所ではあるとは思ってはいるんですけどそれでもやっぱり行きたいっていう方ってどういう方かっていうとやっぱりちょっと健康になりたいなリフレッシュしたいなとか、まあ、やっぱりそのきれいになりたいなとかやっぱりそういったかあの感度のかかか高い方が日帰り温浴所を使ってるということでなので当社はこれをウエネステック領域の一つとして、えー、掲げて。 そこで、そういった感度の高い人によりいろんなウェルネスのサービスを提供していくってことを目指しているような形になっておりますで。ビジネスモデルは先ほど言ったですね、あのこちらはですね、温浴施設まで行ってクーポンを使わないとあの課金にならないモデルになります。実際にですね、まあ、1000円の入浴料を使ったときのそれに対するパーセンテージというところの課金モデルというのが、一番上のクーポンビジネスモデルという形になっております。 で下の部分がですね、あの温浴施設さんのスペースを使ったいろんなマーケティング、まあ、サンプリングをしたり、温浴施設で使える、えー、シャンプーを置いたりとか、そういったテスターみたいな広告の場を提供しておりまして、トイレタリーメーカーさんとか、健康メーカーさんとかが、まあ、こちらのところで広告を出したいということでの広告モデルということで、まあ、特にですね、あのこういうメーカーさんって、ドラッグストアにまあ広告をいろいろやってるんですが、そこでの切り替えのところであったりとか、 音浴施設で使うんで、その場で使えるんで、あの、持って帰るではなくて、その場で体験してくれるということで、まあ、当社の中では体験型広告という形で、えー、提供の方をしております。 こちらもです、ね、不動産と、まあ、ビジネスモデルは似たような形になりますのでまずやっぱり利用者数を増やしていくというところの部分になっておりまして、えー、温泉に関しますと、えー、前年で今で、ね、0.7%という形の伸びになっておりますちょっとここは、まあ、今コロナ禍からの戻りもう1段階、えー、必要かなと思っておりますあの特にです、ね、やっぱりコロナ前まで行っていたあの子育て世代ファミリー層がまだやっぱ温浴施設なかなか戻ってきてないです 逆にやっぱりこの方々が戻ってくるとまだまだ利用者数というのは増えるだなと思っておりますので現在、そこの辺りの部分を強化していくというところでして使いたくも含めて伸ばしていくという形の部分を進めております。 また、あの施設もです、ね、1万6000店舗あるんですけど、その中でやっぱクーポンを提供している企業さんってやっぱ500前後ぐらいという形になっておりますので、まあ、ここをいかにして増やしていく形によると、やっぱりあのクーポン利用というところが増えてきますので、まあ、ここを営業強化というところを現在進めているような形となっております。はい、で最後にクロステックのところになります。えー、こちらのサービスですね、DFO、えー、データフィード・オプティマイゼーションというサービスになります。 なかなかやっぱ聞き慣れなくて難しいサービスなんですがあのインターネット広告いろんな企業さん出向されるんですが その際に、例えば1万商品とか1000商品とかある場合だと、その商品を1個1個入庫するのって大変なので、うちの方にデータをすべて入れていただいて、そうすると各、各インターネット広告の使用ごとに自動的に広告を作れるというのが、当社の DFO サービスということで、国、ま、内、あ、でもです、ね、2、3社ぐらいしかこのサービス提供していないという形になっておりますので、こちらの部分を現在提供しております。 なので、あの、現状でいきますと EC 企業さん、やっぱりいっぱい商品持ってる EC 企業さんが利用が多いんですが、えー、最近多くなってきてるのは、例えばインディードさんとかに出向したい求人企業さん、そういったところのニーズが、まあ、特にコロナ禍からは増え始めてきてるかなというふうに思っておりますので、まあ、EC だけではなく求人であったりとか、まあ、今後は不動産事業者さんが、まあ、ダイレクトの広告を打ってくるようになってくることを狙っていきたいなというふうには思っております。 で、またあ、こちらの方、ジライフコーの方の、えーえー、SEO のところは、先ほど、まあ、ご説明したとおりですね、まあ、インターネットのところでの、えー、テクニカル SEO という形で、まあ、Google 検索とかにいかにして引っかかるようにできるようになるかというところのですね、コンサルティングサービスを、えー、提供しております。 なので、クロステック領域はですね、基本的にはツールであったりとか、コンサルフィーというところでの月額費用という形の部分になりますので、まあえー、不動産テックとウェルステックとは違うストックビジネスというところが、クロステックの中のデジタルマーケティング領域という形になっております。はい、では、えー、2024年3月期第2四半期の決算ハイライトになります。 えまあ総論としましては、企業サイドのまあ主観ではございますが、あのー、割とまあ良い決算だったというふうに考えております。えー、売上高は堅調にえ伸びてきたというところの部分と、営業利益の部分に関しましては、あのオーガニック、まあ、広告を使わない集客というところが、あのー、改善し始めたというところで、まあはん費が割と抑えられたというところで、まあ、営業利益のところが改善し始めてきているという形になっております。 えっ、ー、と、ピックスに関しましては、まあ、M&A のところと株主還元の2点という形で、えー、発表させていただいております。えー、こちら決算、えー、連結決算、えー、すみません、連結損益計算書になります。えー、売上げ高、えー、14億9500万という形になっておりまして、えー、第二四半期としましては、過、え、去、ー、最高の売上という形になりました。 営業利益に関しましては3、3億5000万円という形で、YOI でプラス39.9%、経常利益に関しましても、対前年で41.5%、親方に帰属する市販期純利益に関しましては、プラス38.7%という形になっておりまして、まあ、各段階利益ですね、いずれも大幅に伸長したような形となっております。 こちらのの部分別売上水位になりますあの。お伝えしたいポイントはです、ね、あの当社の今メインの,あの売上構成が不動産事業という形になりましてあの家を借りる賃貸領域の再繁忙期が13月になります。なので、えっと、当社でいきますと第4四半期が一番その、えー、季節変調として あるというところをちょっとお伝えしたいなと思っておりますので、ま,あ、まさにこれからですね、あの繁忙期に向けて、まあ、いろいろと施策をしながら伸ばしていくという形になっておりますが、まあ、第2四半期に関しましては、YOI で20.8%という形の部分での、えー、状況という形になっております。はいでまあ、先ほど言ったあの季節変調があるというところではありますが、 現状ですね。第二四半期まで終わったところの部分でいきますと、まあ売上高の部分でいきますと45％、営業利益でいくと50.6％という進捗になっておりますので、まあ第四クォーターの季節延長がある割にはあの割と順調な形のペースで進んでいるかなというふうには考えております。通期、えー、業績に関しましてはご覧の通りということになっておりまして、まあ今年度はですね、とにかくガイダンスをしっかりと守り 守ってまあ、プライル守っていくというところの部分をまあプライオリティをですね置いていきたいというふうに考えております。えー、現状、えー、計画に対して、えー、修正等々は行っておりませんが、まあ、第4四半期の、えー、状況も見つつ、まあ、このあたりはあの判断していきたいなというふうには思っております。 続きまして、えー、今後の成長の部分になります本年度ですね中期経営計画という形の方を発表させていただいておりますその中で3点まず一点目としましてはまず事業,事業基盤の強化ということをしっかりと行っていきたいと考えておりますあの現状ですねやはり当社の事業を見られるとですねやっぱりそのニフティ不動産中心とした不動産テックというところがやっぱ 目立つところではあるんですがやはり先ほど説明したようにです、ね、ウェンセック領域とか第2第3の柱というところを今作ろうとしておりますしそこをしっかりと基盤を作っていきたいというふうに考えております2点目としましては事業拡大による収益源の多様化になります あの不動産ウェルネスに関しましては現状のビジネスモデルでもまだまだ伸びるところあるんですがまだあの逆にですね先ほどの周辺の領域であったりとかあのお金のもらい方であったりとかこの辺りの部分はまだまだあの収益の多様化というところは考えられると思っておりますのでその辺りを進めていきたいというふうに考えております。 え3点目の部分に関しましては、えー、若干ソフト面的な部分になりますが、やはりまあこのような成長していく上で、やはりその施策を実行し、ですね当社のミッションを実現できるような組織、環境を作っていくというところが、まあ、課題でもあり、そこが伸びしろであると考えております。ややはりりり採用育成でであっったりとか、まあ、今いるですねメンバーに対してのやっぱり本 あの立ち上げましたパーパス、ミッション、ビジョン、バリューの浸透というところで,です、ね、やっぱり強い組織を作っていきたいというふうに考えておりまして、まあ、そのような形で,です、ね、中期的な部分でいきますと、26年3月期、売上高は45億5000万円、23年3月期に対する年平均成長率、CAGR は15%という形になっております。 営業利益は10億円という形になっておりまして、23年3月期に対する CAGR はプラス20%というところを目指していく考えでございます。そのような形で各不動産、ウェルネス、どのような形で事業を考えていくかというご説明になります。まず、不動産テック領域になります。こちら、26年3月期に関しましては、売上高32億5000万円、CAGR11.7% の成長を目指しております。 えー、ポイントとしましては、先ほど説明したあの目標 KPI、利用者数を増やすというところで、600万マウというところで、まあ、このユーザーを増やすために、えー、いろいろとサービスを強化していきたいと考えております。特にです、ねえー、不動産テック領域、今までのビジネスモデルというのは、家を借りる、買うというです、ね、お部屋探しのみで、えー、ビジネスの方を構成しておりますが、 今後はですね、やっぱ住まい全般を支援していくというところ、住んだあとも便利にしていくというところの部分というところをまだまだやっぱり領域としては可能性があると思いますし、より便利にしていくことで一人一人の暮らしを豊かにしていきたいというふうに考えております。そのよううな形で,ですね、ニフティ不動産におきましては、賃貸、購入という領域を まより強化するのはもちろんですが、新たなですね売却リフォームというところの部分をまあ、うまくですね自社を自社でサービスを作るのもありますし、M&A 等々業務提携等々を強化していきながら伸ばしていくというところを目指していきたいと考えております。またですね、ニフティ不動産実はま居住用がメインではあるんですけど、不動産投資家の方が結構使っていただいております。あのー、やっぱり特に戸建ての中古とかを 割とリフォームして貸すっていうところとかを活用されている方が多いので結構ツイッターとかでも「Nifty 不動産便利だよ」っていうふうに言っていただいたりとかするんですけど、まあ、そういった形でですね、まあ、不動産投資家の方々も使えるようなところとか、まあ、そういったところの,あの領域もあるのかなというふうに考えております。 で最後に、やはりその不動産事業者向けの DX というところでいきますと、まあ、トライエールはやっているオンライン内見システムですが、まだまだあの IT 化されていない業界だと思いますので、そのあたりの支援というところを進めていきたいと考えております。そして、ウェネステックになります。ウェネステックは26年3月期、売上高7億5000万円、CAGR33.7% を目指しております。目標 KPI に関しましては1000万マウということで、 まこちらに関しましては、えー、ニフティ温泉、温浴好きだけではないと思ってます。やはりそのウェルネスというところを領域を広げることによって、新たなユーザーさんをもっと、あのー、元気に便利にしていきたいというふうに考えております。まあ、そのような形でですね、やっぱり温浴、先ほど言った温浴施設って、やっぱりすごく健康、美容に興味のある方がいらっしゃいますので、まあ、その方々をですね、まあ、軸にした形で、まあ、事業の拡大。 まあ特にまあニフティン温泉に関しましてはよりまあクーポンを使いやすくしていくというところももちろんありますし逆にえ施設さんの DX 支援を行っていくというところもやっていきたいと思っておりますまたですねあのまだまだあの認知できてないですけどとてもやっぱ温浴施設ってマーケティングの場として面白い場になっていますあの日帰り温浴施設って実はわざわざ行くよりも家のそばで入るケースが結構多いですあの車で10分ぐらい行けるようなところ そうするとエリアマーケティング的な部分の面白さというのもありますのでそういった意味でも結構まああの流通も絡めたところでのマーケティング支援みたいなところとかっていうのは考えられるのかなというふうには思っております。はい、で最後にクロステック領域になります。クロステック領域に関しましては26年3月期売上高5億5000万円 CAGR15.8% を目指しております。 先日、ですね M&A したジラーフ社がまさにクロステックの中でのデジタルマーケティング領域になるんですがそこでの売り上げがです、ね、直近で2.2億あるという形になっておりますので実はクロステック領域の部分に関しましてはデジタルマーケティング領域の中ですでに大体、売上高の目標というのは見え始めております。 なので、さらにまあそこの、えー、プラスアルファを伸ばしていくというところと、まあ、冒頭にもお話ししたようにですね、クロステック領域ってまあデジタルマーケティング支援だけではないので、まあ、新たなライフスタイルを豊かにしていく領域というところを作っていくというところをですね、目指していきたいと思っております。 えー、そして、えー、そのためにはですね M&A というところの部分がやっぱりあの必要になってくると思っております。まあ、自社サービスはもちろんですが、やはり、えー、M&A を通して新しい領域であったりとか、ですねあの新しい仲間を加えることで、えー、事業の基盤を作っていくというところを目指していきたいと思っておりますので、我々、えー、冒頭言っているように、やっぱ不動産だけかなと思われているとありますが、そこをやっぱり広げていくためには、この領域、強化していく必要があると思っておりますので、まあ、引き続きですね。 あの自に次ぐよううな形というとといいいころを進めてててきたいと考えております、はい、そして株主還元に関しましては基本方針としましては中長期的に企業価値の向上を務めるとともにですね、まあ、成長投資もちろん、えー、メインとしてやっていきたいと思ってはいるんですがやはり安定的継続的にですね株主還元というところも必要性はあると思っておりますし大事だと思ってますので実施してまいります。ちょうど2023年の3月期より配当を開始しまして 初配としましては1株当たり12円の配当をさせていただいております24年からは中間配当もです、ね、合わせて開始しておりますのでこのあたり安定的な形で続けていきたいというふうに考えております最後に中期ビジョンのイメージになります 当社ですね中期的な目的目標としましてはやっぱりまずは一旦売上高100億円規模の企業に持っていきたいと思っておりますやはり軸とする、まあ、不動産テック領域はやはりあの売上の部分というところではすごくやっぱり重要なポジションにはなってくるかなとは思っておりますが、まあ、今やっているその賃貸購入だけではなくてやっぱその周辺を積み上げることでやっぱりこの 達成に近づいてくると思っておりますし、まあ、先ほどから言ってますウェルネス、クロステックという第2、第3のところを伸ばしていくことで、えー、成長を加速させていきたいというふうに考えておりますので、我々経営陣,経営陣もはじめですね、まあ、全社一丸で頑張っていきたいと思っております。はい、えー、簡単ですが、以上、私からのご説明とさせていただきます。ごごご聴あありりりががととううざざいいまますした、えっと、じゃああのネットのの方でで質問もかなり来てるので え時間の許す限りでお答えいただきたいと思います。えっ、ー、とまずあの競合はどこでしょうかという質問と、まあ、御社の強みもご説明あったんですが、もう一度比較してその競合に対する競争優位性などについて社長のお考えを教えてください。はい、ありがとうございます。あのー、競合のところのご質問割と多いんですけど。 あの、先ほど言ったように、不動産の競合と温泉の競合とクロステックの競合って、やっぱ全然違います。で、不動産のところで、やっぱ一番競合として、あのー、まあ、考えやすいところでいくと、まあ、そのアグリゲーションサービスっていう、あ、すみません。えっ、ー、と、いろんなポータルを束ねているようなビジネスモデルをやっている会社っていうところでいきますと、割とまあ、次元さんであったり、価格コムさんであったりとか。 あのそういったま,ああのまとめてるような形のところっていうところ情報まとめてるところが競合、えー、という形なんですが、まあ、不動産をメインにアグリゲーションをしてるとバねているっていうところを。 主としてやっているところというのは、まあ割と少なく、まあ、求人とかそういったところが多いかなという印象になります。で、温泉に関しましては、まあ、まさに先ほどから言ってましたよ、ね、う旅行サイトはいっぱいあの似たようなところはあるんですが日帰り温浴施設というところの部分でいきますと,ほとあまりないです。 あのここ最近でいきましたのはサウナというところでいくとサウナ行きたいさんとかそういったところは割とあと比較されることはありますが日帰り温浴施設というところの部分でいきますとあまりその辺りはないかなあ,まあ,あえて言うとクーポンサイトというところがまあどう見ていくかという形になっておりますでええクロステックの部分でいきますと d f o の部分でいきますとえとフィードホースさん がまさに先ほど言ったあの3社ぐらいしかあのツールを提供しているとかないですというところでいきますと、ヒロさんがまさに DFO のサービスとというところを提供しているかなというふうに思っていますでプラスすべての領域ではなくても結構なんですけど、その御社の競争優位性についてもちょっと述べていただければ、はいそうですね、じゃあ,あの、特にやっぱりその先ほどの、まあ、不動産とか温泉とかというところでいきますと、やっぱり情報量、ここは多分確実にどこよりも。あの <laughs> えー、情報が多いかなというところと、そこをいかにして見やすく、名寄せと、うちは言ってますけど、一つの情報で見やすくしていくとか、そういったところの部分でのユーザー利便性というところの部分は、えー、と強みとしてあると思っております。また、アプリです。アプリの部分でいきますと、えー、と不動産とかでいきますと、あのまあ、アプリでですね iPhone とかですと、App Store というところで、まあ、賃貸とか不動産とかマンションとか検索してもらうとですね、大体1位の方とかに。 マーケティングをコストをかけずに、えー、集客ができているというところと、まあ、そういった動いてくれるユーザーさんというのはやっぱりそのニーズの高いユーザーさんなので最終的に企業さんが喜ぶユーザーさんを集めているというところになりますのでそういった意味は強みとして考えております。続ききままししししててて初めての登壇楽しみにしてきました、えー と、ここでは32ページにですね。売上高100億円という記載がありますけども、まあ,あの明確にはちょっとお答えいただけるかどうかわからないんですけど、どのぐらいのタイミングでしょうか？ということと、えー、その時どの分野が伸びているか、まあ、この図ですと、やはりまだ不動産テック領域の成長というところが中心ということなんでしょうかね。ええとですね。そうですね。具体的なところの部分はだと思います。まあ、まず、やっぱりその26年の3月期のところで、まずどこまでというところと、そのタイミングで。 どの時期を明示していくかっていうところを、まあ、次回のところであの出していけると良いのかなというふうには思っております。で、不動産のところの部分、売上のところの部分はとてもやっぱり伸ばしやすいところはあるかなと思ってはいるんですが、やっぱユーザーを集めるっていうところでいくと、温泉であったりウェルネスっていうところは結構やっぱりその不動産以上にですね、やっぱあの他社にない え価値がありますのでそこがマネタイズし始めるとまた構成はいろいろと変わってくるかなというふうには思っております。はい、えーっと ニフティ不動産を継続的に利用してもらうための取り組みなどあれば教えてくださいという、はいえっと、ニフティ不動産は、ね、まず家探しのために先ほど言った、まあ、アプリを使うとかって必要なのかって結構聞かれるんですけど例えば家探すのもやっぱ3ヶ月とか1週間とかっていうところでその間は毎日見なきゃいけないっていう時にやっぱりそこが使いやすいかどうかっていうのがすごく重要で。 で、そこで理想の本当に家が見つかると、また使おうというふうにやっぱ思っていただけるんですね。で、アプリってウェブ c o トと違くて、あのスマートフォンの中に残り続けるので、結構やっぱりアンインストール率が少,少なかったりとか、あと実際にリピートで2回目、3回目ですっていうのは口コミとかでもよく見ますっていうところで、そこを増やしたいのと、あとは先ほど言った不動産投資家の方がやっぱり、 ある程度購入のところは使ってくれてるところがあるのでその辺りが増えてくると結構リピートユーザーっていうのは増えてくるのかなとは思っていますちょうどあのアプリへのご研究があったので質問もあったんですけど、えー、と AI 機能をこれから付加していきますか AI の普及っていうのは御社の成長にどのように影響してくるでしょうか。 どうお考えででしょううかという質問です AI の部分は多分すごくあの重要なポイントになってくると思っております。今我々が提供しているのは基本的に情報をいっぱい集めていてその中からユーザーさんが自由に絞り込めるっていう便利さを提供してるんですけどもう一個はあのどんどん提案をしてもらいたいっていうところのニーズっていうのが あると思っておりますなのでそこでの AI の活用っていうのはあると思いますし逆にまあ不動産とかでいきますとやっぱりなぜ不動産屋さんに行きたくなるかっていうと提案なんですよね。で家の買う借りるって自分が行ったことがあるところしかなかなか選べないんですよ。そこをどういうふういふに出していくかっていうとことかっていうのはやっぱり AI とかをうまく活用したりとかするとあそんな家があったのかそんなエリアがあったのか。 というところの気づきの部分というのはまだまだ作れるんじゃないかなと思っておりますのでそのあたりは逆に AI の活用というところは検討していきたいと思ってはいますあとは、えー、と不動産と温泉のア、まあ、プリユーザーはダブってるんでしょうかそれとも属性がかなり違うのでしょうかという質問なんですけど。 そうです、ね、ちょっとそこの部分、明確なところは出てはいないんですが、あの先ほど言ったみたいにです、ねあのまあ、温泉の方で行きますと、まあ、地域に住んでて近くの温泉を探す、まあ、その方って別に家を探さないわけではないので、かぶってる可能性はあると思っておりますし、まあ、逆もあるかなとは思ってます。ただなんか、そこの明確な移動みたいなところとかっていうのは、タイミングが発生するところもあるので、 まだあのうまくできていないですけどそこができてくるとまた面白くなってくると思いま,すまあ多分あの両者でシナジーがあるのかというような質問だったと思うんですけどそういったことですね、えー、それから親会社とのビジネス上でのシナジーというのは発生してるんでしょうかという質問親会社でいきますとあのニフティという会社であったりとかまあニフティ子会社のマセシールとかあとまあその上のノジマ っていう家電とかあるんですけど現状できますとまあ,あの一つはやっぱターゲットあの使ってくれるターゲットのうち現役世代というか若い世代が多いっていうところが多いのであまりかぶらないところがあるので連携の部分っていうのが明確に今あの強いものは今ないですたださっき言ったあのウェルネスとかその辺りになってくるとやっぱ不動産の売却とかそういった形がターゲット層が上がってきたりはしますんで。 そうすると、今後もしかすると、そこのシナジーとかを強化していってもいいのかなというふうには思ってはいます。はいえー、とそれから、あの先ほど、まあ、あ新たにパーパスを掲げられたんですけど、えー、とこの方の質問の人材に関する質問ですね、人材不足がまあ一般的なんですけど、御社の成長に、えー、優秀な人をどうやって採用しているのか、えー、それからそれをどうやって育成しているのか、その辺あたり、経営者としてのご意見をいただきたいと思います。 採用の部分特にまあエンジニアとかはやっぱりその課題としてやっぱす,ごくあのすごく難しい市場で、まあ、今回上場させていただいたところの部分もやっぱり人材の獲得っていうところの部分が。 やっぱりそのブランド力も含め安心力っていうところを生かしていきたいなというふうに思っております。で、特にやっぱ採用の部分で行きますと、やっぱりいろんなまあエージェントを使ったり、広告媒体を使ったりっていうのはありますけど、やっぱりその、まあ、リファラルというか、まあ、そういった紹介とか、まあ、そういったところっていうのがやっぱり重要だと思ってますし、あの、先ほどのパーパスにつながると思うんですけれどば、 社員が今紹介したいと思えるような会社になっていくっていうそういったところでやっぱり、えー、と採用力を上げるそして育成をしていくっていうところの部分っていうのを行っていきたいとは思っています、はいえー、とそれからちょっと株価というかですね IR についてのところなんですけど最近、えー、個人投資家説明会にもかなり積極的にご参加なさっている印象です何か理由あるんでしょうかあのぜひ今後とも継続してほしいというご意見です。 まさにあのそうですね。 企業価値をやっぱり理解していただくっていうところでいきますとやっぱこういう場をお借りするっていうのはすごく重要だと思っております。やはりあの売上数字だけ見るとやっぱり不動産1本、不動産だけ伸びるのかなマーケットってあるのかなっていう,ふうに思われてしまうかなと思ってはいるんですけどやっぱり我々まだまだ不動産以外もありますし不動産の中でもまだ領域っていうのは可能性があると思っておりましてそのあたりをですねやっぱりしっかり伝えていくためにはやはりあの決算資料だけではなかなか伝わらない部分もあるかなと思っておりますので 今後もこういった場であのいろいろと理解を深めていただくことを目指してていいいきたいと思っていますあと,、えっと、配当についてどのようにお考えですか、まあ、現状、それから今後の,、ね、この100億達成の過程ではまた変わってくると思いますけどその辺りのお考えを方針というかお考,えを考えとしても基本的には安定配当どんな状態でもやはり継続的に配当。 引き続けるっていうところの部分っていうのは、えー、目指していきたいと思っておりますし、まあ、そのためにやっぱり収益もしっかり上げるというところ、減少を増やしていくというところの部分があれば、またそこの部分での,あの改善というところもですね、まあ、あの提供、提案できるんじゃないかなと思っておりますので、はいえー、引き続きあの株主還元というところの部分に関しましては、重要なポイントとして進めていきたいと考えております。ははいいあありがととうございますあとは、えーとまあ、今あの 旅行者も増えてきてるんですけど、訪日外国人インバウンドっていうのは何か御社のビジネスに影響するところはあるんでしょうかという質問なんですけど、そうですねあの旅行業でいくと、やっぱインバウンドって、すごくマーケットとして面白いところになってるんですけど、まあ、先ほど言った日帰り運用施設って、やっぱその家のそばで住むとか、日本の方々が割と使うケースが多いっていうところがあるので、まあ、特に温泉のところでいくと、まあ、インバウンドになって、今のところすごくプラスになるかっていうところの部分は、 まあないんですけど逆に言うとまあもう一段階やっぱりわれわれ温泉っていうところにもう一回目を向けてますんでやっぱそこの部分あの日帰り温用施設だけじゃない温泉っていうのもたくさんありますんでまあそういったところですよねあのやっぱあの外国人の方とかもえ利用されるケースとかもあるかなと思っておりますんではいそこは引き続き検討していきたいと思っております、はい。えー、とそれからちょっとまた ビジネスのところに戻っちゃうんですけどスーモとかホームズさんといった、まあ、かなり大手の不動産ポータルがわざわざニフティ不動産を使うのはなぜか、まあ、あのたくさんの方が見られているからということだと思いますけどそこ以来なんかこう今後変化が出てしまうこととかその、まあ、リスクというかですねそういったことももしお考えであればお聞かせください、はい、ありがとうございますあの先ほどちょっとお話ししたんですけど今やっぱその不動産の広告市場でいきますとやっぱりその来店率 最終的に広告を出してそれって本当に家を買ってくれる人を集めてくれてるんだろうかっていうところが、えー、と課題問題になっております。でその中で、えー、と当社の部分でいきますとやっぱりその確実に来店につながっていくっていうところの部分があのポータルさんからも不動産会社さんからもお声をいただいております。あの不動産会社さんというかスモさんから見ると広告をどこに出すかっていう話なのでそうすると最終的にあの来店までつながる 良いユーザーを集めた方が自社のサービスとしても価値が上がってきますのでそういった意味であのそこでの補完関係というところではあのうまく寄与できているんじゃないかなというふうには思っていますあ,ありがとうございます。 えっとそれではちょっと時間もあれなんですけど、一つ、社長のご経歴と社長の,その経営におけるまあ信条というか、ビジョンというか、ですねフィロソフィーとか、そんなところをちょっと皆さんにご紹介いただけますか、はい。ありがとうございます、あのー、私、2002年に Nifty に入社しております。 ニフティ入ってからずっとウェブサービスを、えー、やっておりました。そううこのニフティ音声、ニフティ不動産ずっとやってました。で、やっぱずっと思ってるのは、やっぱユーザーが使いやすい、あのー、季語が、えー、得するとか、まあ散歩を用意してないですけど、やっぱその世界観をやっぱ常にあのやっていくことが好きで。 そのサービスをずっと続けていきたいなというふうに思っております。で、やっぱそこを、やっぱ今回、あの、よりですね、あの、スピード感を持ってやっていくために、分社化したり、上場したりっていう形をやっておりまして、まだまだできてないところいっぱいあるんですけど、あの、これからよりですね、一つずつ、あの、あなんかそういえばニフティライフスタイルの、 あのサービスアプリ使っていたなとうう思っていただけるように、まあ、あの暮らしの中でのです、ね、意思決定のサポートというところは引き続き行っていきたいなと思っておりますのでぜひあのサービスとしての利用もです、ね、皆さん、ぜひちょっとご利用いただけると嬉しいいなと思いますあとえっと会場の方からのご質問で,です、ねまあ、多分あの株主の方だと思うんですけど IPO 公開株価からまあ非常に大きく下がっていますと。 まあちょっと株主の期待にこあの届いてないのが大きな理由と考えられるんですけど、まあ、今、新聞やへの発展などのご説明があったんで、まあ、そのあたり期待してくださいということで、よろしいですかね。株価の部分に関しましては、やっぱり点していく部分、あの役員一同ですね、やっぱり真摯に受け止めながら、あのー、そこを改善していきたいというふうに考えております。やはり、企業価値を知っていただいて、どう伸ばしていくかっていうところが必要かなと思っておりますので、まあ、今まで以上にですね、 あのしっかりとしたそのサービス基盤を作っていくというところの部分とまあ業績もですねガイダンスもしっかりと守ってやっていくというところがやっぱり信頼を積み重ねることしかないかなと思っていますので引き続き頑張っていきたいと思っております、はい、かりまますはいかした、えー、とちょうど時間となりましたので、えー、それでは以上をもちまして NiftyLifeStyle の説明会終了させていただきます。成田社長どうううもあありりががととごござざいいままししたた